ようこそいらっしゃいました。まずは肩の力を抜いて深呼吸をしましょう。感謝をしよう。ありがとう。私はいつもなんとかなる。私は最高のタイミングで素晴らしいドラマがやってくる。私はどんな時でも人望を勝ち取ることができる。私は魅力がある。私は魅力的な人格の持ち主だ。なぜなのかわからないけど、不思議と人間関係がうまくいく。なぜなのか本当にわからないんだけど、大体の人からは好かれるし、常に親友が見守っていてくれる。私は悩まなくても人間関係がうまくいく運命だ。今日もまたあの人からの信頼を得た。明日からどんどん関係が良くなっていくんだ。嬉しいな。ありがとう。感謝をしよう。ありがとう。私はいつもなんとかなる。私は最高のタイミングで素晴らしいドラマがやってくる。私はどんな時でも人望を勝ち取ることができる。私は魅力がある。私は魅力的な人格の持ち主だ。なぜなのかわからないけど、不思議と人間関係がうまくいく。なぜなのか本当にわからないんだけど、大体の人からは好かれるし、常に親友が見守っていてくれる。私は悩まなくても人間関係がうまくいく運命だ。今日もまたあの人からの信頼を得た。明日からどんどん関係が良くなっていくんだ。嬉しいな。ありがとう。感謝をしよう。ありがとう。私はいつもなんとかなる。私は最高のタイミングで素晴らしいドラマがやってくる。私はどんな時でも人望を勝ち取ることができる。私は魅力がある。私は魅力的な人格の持ち主だ。なぜなのかわからないけど、不思議と人間関係がうまくいく。なぜなのか本当にわからないんだけど、大体の人からは好かれるし、常に親友が見守っていてくれる。私は悩まなくても人間関係がうまくいく運命だ。今日もまたあの人からの信頼を得た。明日からどんどん関係が良くなっていくんだ。嬉しいな。ありがとう。感謝をしよう。ありがとう。私はいつもなんとかなる。私は最高のタイミングで素晴らしいドラマがやってくる。私はどんな時でも人望を勝ち取ることができる。私は魅力がある。私は魅力的な人格の持ち主だ。なぜなのかわからないけど、不思議と人間関係がうまくいく。なぜなのか本当にわからないんだけど、大体の人からは好かれるし、常に親友が見守っていてくれる。私は悩まなくても人間関係がうまくいく運命だ。今日もまたあの人からの信頼を得た。明日からどんどん関係が良くなっていくんだ。嬉しいな。ありがとう。感謝をしよう。ありがとう。
私はいつもなんとかなる。私は最高のタイミングで素晴らしいドラマがやってくる。私はどんな時でも人望を勝ち取ることができる。私は魅力がある。私は魅力的な人格の持ち主だ。なぜなのかわからないけど、不思議と人間関係がうまくいく。なぜなのか本当にわからないんだけど、大体の人からは好かれるし、常に親友が見守っていてくれる。私は悩まなくても人間関係がうまくいく運命だ。今日もまたあの人からの信頼を得た。明日からどんどん関係が良くなっていくんだ。嬉しいな。ありがとう。感謝をしよう。ありがとう。私はいつもなんとかなる。私は最高のタイミングで素晴らしいドラマがやってくる。私はどんな時でも人望を勝ち取ることができる。私は魅力がある。私は魅力的な人格の持ち主だ。なぜなのかわからないけど、不思議と人間関係がうまくいく。なぜなのか本当にわからないんだけど、大体の人からは好かれるし、常に親友が見守っていてくれる。私は悩まなくても人間関係がうまくいく運命だ。今日もまたあの人からの信頼を得た。明日からどんどん関係が良くなっていくんだ。嬉しいな。ありがとう。感謝をしよう。ありがとう。私はいつもなんとかなる。私は最高のタイミングで素晴らしいドラマがやってくる。私はどんな時でも人望を勝ち取ることができる。私は魅力がある。私は魅力的な人格の持ち主だ。なぜなのかわからないけど、不思議と人間関係がうまくいく。なぜなのか本当にわからないんだけど、大体の人からは好かれるし、常に親友が見守っていてくれる。私は悩まなくても人間関係がうまくいく運命だ。今日もまたあの人からの信頼を得た。明日からどんどん関係が良くなっていくんだ。嬉しいな。ありがとう。感謝をしよう。ありがとう。私はいつもなんとかなる。私は最高のタイミングで素晴らしいドラマがやってくる。私はどんな時でも人望を勝ち取ることができる。私は魅力がある。